鈴木み、あ、失礼しました。王様、王様、ベルトを失い裸の王様になる準備はよろしいでしょうか。あさっての熊本大会、俺にとっても王様にとっても大切な一戦だということはもちろん分かってますが、でも申し訳ありませんが、今日は俺の大事なアミーゴがオクパートの中わざわざ来てくださったんだ。王様、申し訳ありませんが、さっさとお帰りいただいてよろしいでしょうか。これ腹立ちますね。これは屈辱です。鈴木にとっては屈辱です。さっさと帰れというこの内藤のアピール、これには鈴木収まらない。確かにライガーさん、帰ると言われて帰る男ではないですからね、鈴木は。そうですけども、広島のお客様も望んでますよ。早く帰ってください。帰れって言ったら向かっていく男ですからね、鈴木選手は。あ、今これ若手に押されて何とか引き上げていきます。鈴木みのるが引き上げていきました。前には広島東洋カープのジャクソン、ロスインゴの今キャップをかぶって、さあここに拳を合わせるのか。合わせました。野球とプロレスのコラボですね。そうですね。すげえな。いやー、ライガーさん、はい、これ本当広島のお客さんにとっては最高の喜びですね。サプライズですね、ビッグサプライズですね。しかも今シーズン中ですからね。そうですよね。普通は考えられません。考えられないです。